ジュリーは何した？細かすぎる沢田研二ネットワードチェック。このコーナーは最新のネット記事から沢田研二というワードを細かすぎるほどチェックするコーナーでございます。あまりに細かすぎて本人といまいち関係がない場合がありますが、ご了承ください。それでは今回の細かすぎる沢田研二ワードチェック、レコード大賞の憂鬱。こちら CS 放送局 TBS チャンネルより第24回輝く日本レコード大賞括弧1982年ということで、 TBS チャンネルの方で日本レコード大賞の1982年度版の放送が決定いたしました。今回のレコード大賞は、大賞が細川たかしさんの北酒場、最優秀歌唱賞が大橋純子さんのシレットロマンス、最優秀新人賞が渋垣隊の 100% そうかもねということで、我らがジュリー沢田研二さんは金賞に輝いております。楽曲は沢田研二さんの6番目の憂鬱ということで、本当勢いのねあった頃のレコード大賞のこのステージ、ぜひね見てみたいですね。他のゲストの方々もすごくて、松田聖子さん、西城秀樹さん、田原俊彦さん、当時のミュージシャンアイドルが大集結しているこの回、放送日時でございますけども、12月18日日曜日の午後9時21時から午後11時10分23時10分までの放送となります。チャンネルは TBS チャンネル2チャンネルで放送となります。 P が語るザ・タイガース名盤ヒューマン・ルネッサンス、こちら YouTube の au 星チャンネルより11月25日配信分、第251回ザ・タイガースサードアルバムヒューマン・ルネッサンス、ゲストザ・タイガース瞳実る。こちらの YouTube チャンネルでは過去3回ザ・タイガースのドラマー P こと瞳実るさんがゲストに出てですね、ザ・タイガースの裏側など様々なエピソードを語っていらっしゃいますが、今回は第4弾ということで、ザ・タイガースの名盤ヒューマン・ルネッサンスについて解説語っていらっしゃいます。ヒューマン・ルネッサンスといえば、日本のね音楽史に残るコンセプトアルバムの元祖と言われた名盤なわけなんですけども、タイガースのメンバーの瞳実るさんがですね、このように語っていらっしゃるというのはね、なかなか貴重な回となっております。その他ザ・タイガースのエピソードなども、一緒に語っていらっしゃいますが、新幹線遅延事件、飛行場 VIP 待遇などね、当時の貴重なエピソードなども語っていらっしゃいます。 YouTube au 星チャンネル第251回、ザ・タイガースサードアルバムヒューマン・ルネッサンスの回をぜひチェックしてみてください。問題、日産のダットサンブルーバード910系はブルーバードの6代目、 CM にはジュリーこと沢田研二が起用され、ブルーバードお前の時代だ、ザ〇〇という2つのキャッチコピーで人気を集めた〇〇に入る言葉は次のうちどれでしょう。1スター、2スーパースター、3セブンスター。こちら11月25日クルクラという車のサイトの記事から、日産の大ヒットモデル6代目ダットサンブルーバード910系のキャッチコピーとは旧車トリビアクイズということで、先ほどの問題が出されておりました。まあファンの方はもう皆さんすぐわかると思うんですけども、まあ、最近ジュリーのファンになられたという方もね結構多いと思いますので、先ほどの問題、正解は2番のスーパースターということで、このブルーバードの CM はですね、ジュリーのキャッチコピーが2つ有名なのがあってですね、1つはブルーバードお前の時代だ、こちらはこのチャンネルでもたびたびご紹介してると思うんですけども、もう1つは先ほどクイズの、まあ、正解にもなりましたザ・スーパースター 80s というキャッチコピーということでね、ジュリーの、まあ、白いスーツ姿が非常にかっこいいこのブルーバードの CM だったりするんですけどもね、見たことない方はぜひチェックしてみてください。ジュリーの真似をして笑ってくれたおかげで、こちら11月26日東京 FM プラスより酒井和義、元気になってくれる人がいる限り続けていきたい、今後の目標を語るということで、まあジュリーファンの方々でもこのグループは知ってるという方もいらっしゃるかもしれません。純烈4人組ムード歌謡コーラスグループということで、まあ紅白歌合戦にも出場されたこのグループなんですけども、そのリーダー兼プロデューサーの酒井和義さん、そもそも小さい頃にジュリー沢田研二さんのモノマネをしていてですね、それで親戚の方々がそれで笑ってくれたおかげで芸能界に行ってみたいという夢を持てたということなんですよね。どんなモノマネなのか見てみたい感じもしますけどね、こちらの記事ご興味ある方ぜひチェックしてみてください。ジュリーは何した、細かすぎる沢田研二ネットワードチェックでした。当 YouTube チャンネルでは月曜日から金曜日の夜6時半にジュリー沢田研二さんの最新情報、様々なコーナーを配信しております。よろしければチャンネル登録、高評価の方をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。しぎれもんでした。
通りで